こんばんばはお疲れ様です今日もですね靴の話をしていこうと思うんですけど最近新しい靴買ってないなーって思ってたんですけど忘れていただけでこの前はあのウィンソンシューズさんウィンソンを動画であげましてで、えっと、もう一足届きましたので今日はそちらのですね、えー、開封というかご紹介ですね。 えー、早速開けていきましょう、えー、箱何も書いてないのでどこかわかんないですよねよいしょはいよいしょよいしょよいしょはいえー、とこちらんですね、えー、シューキーパー入ってますけども。 もう、このシューキーパーでどこの靴かです、ね、革、お分かりになられるかなと思うんですけどちょっとシューキーパー取ります、ね、よいしょいいよはいえっ、ー、とー トレーディングポストさん、ユニオンロイヤル製のトレーディングポストオリジナルですね、の、えー、キャップ2を、これ、えっ、ー、と、オーダーフェアをやって、えー、いた時にオーダーをさせていただいた一足になります。はい、えっ、ー、とですね、よいしょ、このユニオンさんの LINE、えー、のオーダー。 年に回回かかあるんですか、ね、僕私も初めてだったんですけれども、えー、そこでオーダーをさせていただいた一足になりますはい、えっと、ユニオンさんで有名なのがですねユニオンさんで一番売れてる靴があのトレーディングポストのオールウェザーコレクションっていうやつでだ確かそう、えー、トレーディングポストさんの動画でそうおっしゃってたと思うんですけど、えー、その、えー、オールウェザーコレクションのえー、っとと同じ木型 で作れまますすよっていうのが、えー、このがこ靴になりますね、えーと T えー、私が持ってるのが T608 っていう、えー、と前動画にもしたんですけどセミブローグのアデレードの「えー、雨の日でも履けますよ」「水レザー」の靴だったんですけど、えー、こもうその靴が気に入りすぎてですねめちゃくちゃ履きやすくて。 あのー、もう普通の革でも普通の革っていうかですね撥水レジャーではないあの普通のカーフでも欲しいなと思ってオーダーしましたっていうのがこちらの靴ですねもうこのステッチの細かさとかこの皮のきめ細やかさとか、えー、と今回はオプションで革選べたのでライニングもアッパーもどちらもデプイーのサドルカーフにしましたはいこう ステッチのこの乱れのなさとか綺麗な靴だなって感じですよね裏は、えー、ともうヒドゥンチャネルになっていてですねいやはやもうなんかザストレートチップっていう感じの靴です でえっとこれちょっと動画では伝えづらいんですけどね「えっとく北曲木型」っていうのがすごく有名ですけどこう足のえっと人間の足の構造に沿った木型になっているっていうのはですね一つ特徴としてありますね。いい靴特有のこの1の子から2の子への立ち上がりとかそのにあの足に沿った形。 着方とか。でこの靴のその魅力というのがそのやっぱ木型木型でしてあの木型があまりに完成されすぎているっていうのをどなたかが Twitter でおっしゃってましたねんで私もあの履くんですけどそれで履いたんですけど、まあ、まあ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 そうなんですよもう木型がもう完成されすぎていてもう本当に素晴らしいあの履き心地というかですね。 毎日ででも履きたくななるよううというのがですねあのそんな木型ですね。私個人的にはあのソフィスソリッドさんの木型がものすごく足に合っていてですね多分私は甲が低くて S806 かなあのもう靴好きの方であればあのご存知っていう靴ですけど、えー、とソフィスソリッドのエラスティックフルブローグのエラスティックシューズ。 があるんですけど、まあ素晴らしい靴なんですよ。私もすごく履いてるんですけど、まあそれがあそれに似てるなっていうふうに感じます。もう私の足にはそれがぴったりでですねまあいい着型なんですよ。あのツイッターでも私、ユニオンロイヤルさんからこうリプライとかいただいたことあるんですけど、あのこの着型は本当に着型ですっていうふうにねおっしゃってました 本当になんというかですね、私の足に合ってるというかもう多分人間の足に合った木型なんだろうなっていうやっぱりそういう木型って量産がしにくいのと作るのが難しいっていうのでですねなかなかそのちゃんとした靴屋さんでないと手に入らないっていうところはあ,のあると思うんですけれどもまあこの靴あのなんだろうなちょっともう。 土曜日のですね、ちょっと平日で仕事で死んでる中で仕事でもうちょっと体力を使いきってしまってですねその中で撮っているのであんまり喋ることも考えてなかったんですけど雨用の靴ってこう靴好きあるあるだと思うんですけど雨用に買ってしまうと雨の日しか履かなくなってしまうっていうこの悲しいさががあってですね雨の日以外も履きたいなってあのこの革靴でこの木型の靴履きたいなって思うわけなんですよ。なので、あので、ー、あ もうオーダーのお話をいただいた時にあもうこれはカーフで作ろうとそしてもうなんて言うんですかね一分の隙もないこの木型の,もう、ま、あの真っ正直なストレートチップを作ろうというふうに思って作ったのが、えー、この、えー、T、これ T601 っていうんですけど、えー、T601 っていう、えー、靴ですね。 これはですね、本当に作ってよかあの受け取った受け取って試着した時に本当に作ってよかったなっていう、えー、靴,に靴ですねであのセキャンペーン期間中でですねシューキーパーもこれついてきたんですよ僕私個人的にはこのシューキーパーあの私前にも動画にしたんですけど前ご紹介したのは無印だったんですけどこう,いう気がこういうシューキーパー好きなんですよね。あの このなんていうんですか先があの横にバネがついてないっていうんですかね横にこうグッて広げるようなスプリングがついてるシューキーパーもあるんですけどそれってこう靴に余計なこのプレッシャーを与えてしまうというかで横が開くゆえになんていうんですかねこの,この終わるここの角のところがグッて出てきてですねこ,ここにそのシューキーパーの跡がつくみたいなそんな。 経験をしたことがあってですね、過去に私があんまりこの横にスプリングついてるの好きじゃないなっていう,もうこの縦だけで、ね、こう先割れてて調整がしやすいっていうシューキーパーの方が使いやすいなと思って私はもう、あのー、ほとんどの,その純正のキーパーがないものとか買えなかったものはほとんど無印のキーパー突っ込んでますね確かに2,000円かな2,000円ぐらいだったと思うんですけどもう私は無印で十分だなと思って使ってます。 はいいやーやっぱユニオンさんの靴って綺麗なんですよねソフィスソリッドにしてもですねこのオリジナルコレクションにしてもあとはあのマニュファクチャーズさんっていうねブランドがありますけど私一足持ってるんですけどマニュファクチャーズもすごく素晴らしい靴でですね非常に気に入って履いておりますはいいやーユニオンさんの靴はですねこう なんて言ううでしょうこう真面目でこう履いていて背筋が伸びるというかですねこうすごく真摯で真っ当な真面目な靴作りっていう雰囲気があって私はすごく大好きなメーカーさんなんですよね。あのー、皆さんもですねトレーニングポストオリジナルは非常に素晴らしい靴だと思いますのでぜひぜひ、えー、お手に取って履いてみていただければなと思います。はい えー、すみませんってな感じで、えー、この靴のご紹介でございました、えー、簡単ではありますけどね、えー、ちょっとまたエイジングとかも上げていければなと思いますのでまた、えー、お時間ある時にご覧いただければと思いますそんな感じで今日はこんな簡単な動画でしたけどこのぐらいにしておこうと思います本日もご視聴ありがとうございましたおやすみなさい